リックウィドリウムは東京都渋谷区にある主に音楽ライブを行うライブハウスである。1994年7月、新宿区歌舞伎町にオープン。2004年1月に閉鎖。同年7月に渋谷区東に移転、再オープン。1994年、新宿区歌舞伎町にオープン。オールナイト営業可能なライブハウスであり、国内外の多くのアーティストに利用され、 クラブイベントやプロレス工業、お笑いライブなども行われた。一般客のエレベーター使用は禁止されることが多く、7階まで続く狭く急な階段が名物となった。2004年1月2日、イベントザラストダンス新宿94から03を最後に10年の歴史に幕を下ろす。跡地はその後改装され新宿フェイスとなった。同年7月14日、 JR エビス駅西口から少し離れたオフィス地区に移転し、リックウィドリウムエビスとしてリニューアルをオープンした。今年は UA と新礼に。出演バンドによってはかなり個性的な小族の少女たちが開演前から周囲にたむろするため苦情も多い。それ以外にも機材の搬出入り時の違法駐車による近隣トラブル等を常に抱えているが警備員を置くなどして対処し、 地域との共存を模索している。収容人数はオールスタンディングで約1000人。2階はセレクトショップとカフェ、ラウンジスペースとなっている。かつてタワーレコーズが運営するタワーカフェがあったが2009年2月15日に閉店し、現在はタイムアウトカフェとしてリニューアル営業している。最寄り駅、アクセスは東京メトロ、日比谷線恵比寿駅2番出口。 JR 恵比寿駅西口より徒歩3分。ありがとうございます。